お金持ちの街というのは幻想だったようです。お疲れ様です。パーソナリティの春菜です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、ドバイの経済が大崩壊、王族と富裕層が続々と逃げ出す事態にをお送りします。ドバイの経済が崩壊している。あなたはドバイというとどのような場所だと思い浮かべますか？おそらく一般的なイメージはお金持ちが集う都市かと思います。しかし実はこのドバイが今経済崩壊の危機に瀕しています。ドバイはアラブ首長国連邦に属し、石油などの天然資源を主軸に目覚ましい経済成長を遂げました。けれど現にドバイ政府は各国から莫大な借り入れを行っており、債務不履行の状態に陥っています。それにもかかわらず彼らはイメージ戦略のための政策を打ち出し続けているというのが現状なのです。実際この状況に危機感を抱き始めた富裕層たちは続々とドバイから出国を始めています。それは外国人だけでなく、ドバイの王女までもがロンドンへ亡命する事態に陥っています。一体ドバイでは今何が起きているのでしょうか？今回はそんな経済破綻寸前のドバイの現状と政府のとんでもない政策について見ていきたいと思います。先ほどご紹介したように、ドバイはアラブ首長国連邦における首長国の一つです。首長国というのはイスラム世界の君主の称号の一つである首長が君臨する国家のことを指します。つまりは君主制の国が集まったのがアラブ首長国連邦なのです。そうした中でドバイは特に近代的な都市というイメージがありますが、わずか30年ほど前の1990年代までは見渡す限りの砂漠が広がる未開発の地域でした。ドバイの劇的な変貌は2000年代初頭から始まりました。アラブ首長国連邦は石油や天然ガスなどの豊富な天然資源に恵まれており、これを原動力として目覚ましい経済発展を遂げることに成功したのです。実際アラブ首長国連邦の1人当たりの GDP は1989年の約1万9000ドルから2022年には約4万4000ドルへと倍以上になっています。ドバイはこの経済成長の恩恵を最大限に活用し、積極的な都市開発を推進してきました。その象徴とも言えるのが2010年に完成した高さ828メートルの超高層ビル、ブルジュハリファです。この建物は現在も世界最高のタワービルの座に君臨しており、ドバイの経済的成功を世界に知らしめる存在となっています。建設費は約15億ドル、約2000億円に上ったと言われています。またドバイは世界有数の観光都市としての地位も確立しています。ドバイ観光商務局によると、2019年のドバイへの観光客数は1690万人に達し、前年比で 5.1% 増加しました。これは世界全体の国際観光客到着数の伸び率である 4.0% を上回る数字です。観光客の内訳を見ると、インドが最大の送客国であり、約200万人がドバイを訪れています。次いでサウジアラビア、イギリス、中国、オマーンと続きます。こうした観光業でも稼いでいることから、彼らはお金持ちが集まる未来的な都市というイメージを作り上げる必要がありました。実際ドバイの観光業は GDP の約 12% を占めるまでに成長しており、今やドバイ経済の重要な柱の一つとなっています。またドバイ国際空港の年間利用者数は2022年に約2900万人に上り、世界有数のハブ空港としての地位を不動のものにしています。だからこそ経済的に危機に陥っているということを世界に知られてはいけないのです。そんな近年のドバイ経済を支えているもう一つの柱が金融業です。ドバイ国際金融センターには世界中から多くの金融機関が集まっており、中東地域における金融ハブとしての役割を担っています。ここには現在約3600社の企業が登録しており、そのうち約1100社が金融関連企業となっています。またこのセンターで働く人の数は約3万5000人に上り、ドバイの雇用創出にも大きく貢献しています。さらにドバイのもう一つの魅力は税制が国民に優しいことです。ドバイでは個人所得税や付加価値税などが一切課されていません。また2023年6月からは法人税が一部導入されましたが、その税率はわずか 9% と他国と比べても非常に低い水準に抑えられています。この優れた税制を求めて世界中の富裕層がドバイに移住しているのです。実際ドバイには多くの富豪が居を構えており、
高級ブランドの販売額も世界有数の規模を誇ります。例えば高級車メーカーであるロールスロイスは2021年のドバイでの販売台数が過去最高を記録したと発表しています。またドバイ政府は2024年までに富裕層向けの長期滞在ビザゴールデンビザの発給数を倍増させる計画を発表しています。このビザは一定額以上の不動産投資や事業投資を行った外国人に与えられるもので最長10年間の滞在が可能となります。こうして見てみるとドバイはやはり成功しており、多くの富裕層が集まる都市だという印象があります。しかしドバイの経済や政府の抱える深い闇が最近露呈してきています。ドバイの経済崩壊は特に2020年頃から顕著に起きました。先ほどご紹介したように観光業が大きな柱となっているのですが、この頃からあの騒ぎによりほとんど観光客が来なくなってしまいました。また富裕層も自国に戻ってしまったのです。これによりドバイは観光業と不動産業の両方が壊滅的なダメージを負ってしまいました。例えば2021年にはドバイに拠点を置く大手不動産開発会社の CEO であるラシード・アル・マクトゥーム氏がロンドンに脱出したことが話題になりました。彼はドバイ政府の圧力に耐えられなくなったと述べています。また2022年にはドバイ在住の富豪実業家アーメド・アル・マクトゥーム氏がスイスに亡命したことが明らかになりました。彼はドバイでは政府の監視の目が行き届いており自由を感じることができなくなったと語っています。このように2020年頃からの騒動により政府が強烈な干渉を始めたことにより富裕層が離れるようになってしまったのです。ドバイの行き過ぎた罰則。ドバイが観光立国を目指す上で治安の良さは非常に重要な要素であることは間違いありません。日本政府観光局 JNTO が行った調査によると、訪日外国人観光客が日本を選ぶ理由の上位には治安が良い 73.6%、都市の清潔さ 59.8% などが挙げられています。これらの数字からも治安と衛生環境の重要性が伺えます。しかしドバイでは日本とは異なるアプローチで治安と景観の維持を図っています。それが罰則の強化なのです。ドバイ政府が定めたいくつもの強権的な法律を見ていきましょう。まず治安維持の観点から見ると、ドバイでは屋外での飲酒が厳しく禁止されています。これはイスラム教徒だけでなく観光客にも適用される法律です。実際2017年にはビーチで飲酒をしていたイギリス人観光客のジェームズ・ブラウンさんとサラ・ウィルソンさんが逮捕され、3ヶ月の禁錮刑と約70万円の罰金を課せられたというニュースが報じられました。またドバイの電車内では飲食が原則禁止されており、違反した場合は約1万5000円の罰金が課されます。2019年には電車内でコーヒーを飲んでいたインド人のラジェッシュ・パテルさんがこの法律に基づいて罰金を課せられたと伝えられています。さらに驚くべきことに、電車内でキスをするだけでも約13万円の罰金対象になるのだそうです。さらに景観維持に関してもドバイ特有の厳しい法律が存在します。日本でも京都の祇園などでは古都の雰囲気を守るために看板の色や大きさが規制されていますが、ドバイの景観維持法はそれをはるかに上回る厳格さを誇ります。ドバイはリッチで美しい街というイメージを大切にしているため、美観を損ねる者には容赦なく罰則が下されるのです。その代表例が自動車の美観に関する法律です。ドバイでは自動車に汚れやへこみがあるだけで美しい街並みを損ねたとみなされ、約1万5000円の罰金が課せられます。2022年にはこの法律に基づいて年間約10万台の車両が罰金対象になったと報告されています。しかもドバイでは自宅での洗車が認められていません。必ず政府指定の洗車場を利用しなければならず、自宅で洗車した場合も罰金の対象になってしまうのです。2021年には自宅の前で愛車を洗っていたイギリス人のマイケル・ジョンソンさんが約3万円の罰金を課せられる事態が発生しました。このようにドバイ政府による治安と景観の維持策は年々エスカレートしており、市民の自由を過度に制限しているとの批判が噴出しています。2020年には自宅のバルコニーに洗濯物を干していたフィリピン人家政婦のマリア・サントスさんが約2万7000円の罰金を課せられるという出来事もありました。このようにドバイは美しく豊かな都市イメージを守るために極めて厳格な法律を施行しているのが実情です。
日本の感覚からすればこれらの法律の多くが行き過ぎているようにも感じられます。もちろんドバイが観光立国を目指す上で治安と景観を維持することの重要さは理解できなくはありません。しかし一方で市民の自由とのバランスをどう取っていくのかが今後のドバイ政府に関わる大きな課題だと言えそうです。2023年4月にはドバイ2040都市マスタープランが発表され、持続可能な都市開発を目指す方針が打ち出されました。この計画では市民の生活の質の向上が重要なテーマの一つに掲げられています。しかしこれはかなり実現が厳しいと見られています。ドバイ在住の日本人ビジネスマンもドバイの法律の厳しさには驚かされますと、その厳しさについて語っています。今後法と秩序を守りつつ、いかに市民の自由と権利を尊重していけるのかが今後のドバイの将来を左右しそうです。そのバランスが今後もさらなる罰則や管理の強化に偏れば、富裕層たちの国外脱出の波はさらに勢いを増すでしょう。ドバイの都市開発戦略に詳しい学者であるアーメド・アルマクトゥーム博士は、ドバイが持続可能な発展を遂げるためには市民の満足度を高めることが不可欠です。観光業の振興と市民の自由のバランスを取ることがドバイの未来を左右すると言っても過言ではありませんと指摘します。観光立国でありながら独裁国家という相反する状況はそろそろ限界へと近づいているように見えますね。富裕層や王族も自由を奪われ国を逃げ出す。ドバイでのこうした監視は一般市民だけが対象ではありません。富裕層や王族までもが監視の対象となっています。現在街のあらゆる場所に設置された監視カメラは市民の一挙手一投足を常に監視しています。ドバイ警察は約25万台もの監視カメラを通じて街の隅々まで24時間体制で監視していると公表しています。これは市民約100人につき1台の監視カメラが存在する計算になります。ドバイ在住の日本人会社員は、街中に監視カメラがあるので常に誰かに見られているような気がして落ち着かないですね。プライバシーがないというのはこういうことなんだと実感していますと話します。また市民の電話やメールなども政府によって盗聴されているとも言われています。そのためプライバシーの侵害が深刻な問題となっています。2021年にはドバイに拠点を置く有名企業の役員の電話が政府によって盗聴されていたことが発覚し、大きな話題となりました。しかしドバイにおける監視はそれだけにとどまりません。特に SNS やインターネット上での言論の自由は著しく制限されています。過去には Facebook で政府の政策を批判した人物が逮捕され、禁錮刑に処された事件もありました。また2020年にはドバイ在住のイギリス人女性が SNS で政府の行動を批判したことを理由に国外退去処分を受けるという出来事もありました。ドバイ政府は自国のイメージを損ねるような投稿も厳しく取り締まっています。2021年、ドバイ在住のウクライナ人モデル、オリガ・ラウジミロフナさんが高層ビルから全裸で身を乗り出す写真を SNS に投稿したところ、公然わいせつの罪に問われ、懲役刑と約20万円の罰金を課せられました。このように、ドバイの監視体制は中国や北朝鮮にも匹敵すると言われており、まさに超監視社会と呼ぶにふさわしい状況だと言えます。北朝鮮では観光客の行動も厳しく制限されており、政府の許可なく特定の場所に入ることはできません。またインターネット上には華やかな平壌の街並みの写真や映像しか出回っておらず、市民の実生活は完全に隠蔽されています。ドバイも同様に君主制を採用する独裁国家であるがゆえに、政府への批判を一切許さない体制が敷かれているのです。こうした監視社会に強い不安を感じているのがドバイに住む実業家や投資家たちです。彼らの多くは節税対策のためにドバイに移住してきた富裕層ですが、自分たちの情報が政府に盗まれ悪用されているのではないかとの疑念を抱いています。実際2022年にはドバイに住む富豪たちの個人情報が闇サイトで販売されていたことが発覚し、大きな問題となりました。こうした事態を受けて富裕層の間ではドバイからの出国を考える人が増え始め、一種の出国騒動とも言える状況が生まれているのです。2020年にはドバイに住む富豪たちの約 15% が国外への資産移転を検討していると報じられました。さらに驚くべきはドバイ王室のラティファ王女までもが国外脱出を図ったことです。2018年、ラティファ王女がロンドンへの逃亡を試みたのですが、
結局は政府に捕らえられ、強制的にドバイに連れ戻されてしまいました。王女は自身の SNS で、ドバイは黄金のカゴ、でも私にとってはそれは牢獄でしかないと訴え、王室での生活が人質のようだと吐露していました。実は2000年にもシャムサ王女が海外旅行先から逃亡を試みたことがあり、ドバイ王室の内情の一端が明らかになる出来事となりました。いずれのケースでも王女たちは即座に捕らえられ、ドバイに連れ戻されています。そして政府は毎回、王女は家族と和解し幸せに暮らしているとの声明を発表するのが常となっています。このように表向きは華やかな観光都市であるドバイですが、その裏では政府による厳格な監視と統制が行われており、富裕層や王族でさえもその自由を奪われているのが実情なのです。今後も富裕層の出国は止まらず、それに伴ってドバイの経済力は徐々に低下していくと予測されています。さらにドバイ政府は各国からの膨大な借金を抱えており、その返済にも苦慮しています。2022年末時点でドバイ政府の債務残高は約2300億ドル、約31兆円に上ると見積もられており、これはアラブ首長国連邦全体の GDP の約 140% に相当する規模です。特にアブダビやシャールジャなど首長国連邦の他の都市からの借り入れへの依存度が高いことが指摘されています。またドバイのシンボルともいえるブルジュハリファの建設にも約15億ドル、約2000億円もの借り入れが行われました。当初は観光収入で返済する計画でしたが、2020年のコロナ禍で観光業が大打撃を受けたことで返済計画は狂ってしまったのです。現在ドバイ政府は債権者に対し返済期限の再延長を求めているところだといいます。こうした状況下でドバイ政府は観光業の復活に必死になっており、世界に向けてリッチで魅力的な都市というイメージを必死にアピールしています。しかしすでに多くの富裕層が見限りをつけ始めたドバイで、簡単に経済が回復するとは考えにくいのが現状です。ドバイ在住の不動産投資家マイケル・ブラウンさんは、ドバイ政府の借金は膨らむ一方で返済のめどは立っていません。このままではいずれドバイ経済は破綻してしまうのではないでしょうか。私は早めにドバイを離れることを検討していますと話します。今後ドバイがこのまま統制を続ければ富裕層のさらなる流出は避けられません。そしてこの流出が避けられなければ、ドバイは経済崩壊の道をたどることになります。日本とドバイの違いは大きい。ドバイの高層ビルが立ち並ぶ近未来的な都市の景観は、まさにお金持ちの夢の国とも呼べるでしょう。しかし私たちはドバイの華やかな表面的な側面だけでなく、その裏側にある現実についても目を向ける必要があります。富裕層の人々が贅沢な生活を送る一方で、多くの外国人労働者が厳しい労働環境の下で働いているという現状があります。またドバイの富裕層たちのお金だけを追い求め、働くことを忘れ幸せだけを求めるような生き方は、長期的には個人的にも社会にも良い影響をもたらしません。一方で日本は長年にわたって培ってきた独自の文化や価値観を持つ国です。街中をゴミ一つ落ちていない清潔な環境に保ち、礼儀正しく振る舞い、思いやりの心を持って人と接する、そんな日本の国民性は世界から高く評価されています。私たち日本人は先人たちが築き上げてきたこの素晴らしい文化を誇りに思い、それを守り次の世代に引き継いでいく責任があります。しかし近年、日本社会にも変化の兆しが見え始めています。グローバル化の進展に伴い、多くの外国人が日本で生活するようになりました。異なる文化的背景を持つ人々が増えるにつれ、時として日本の社会規範とは異なる行動をとる外国人も目立つようになってきました。このような状況に対し、私たちはどのように対応すべきでしょうか。一方的に自分たちのルールを押し付けるのではなく、お互いの文化を理解し尊重し合う姿勢が大切です。同時に日本社会の一員として、日本の基本的なルールやマナーを守ってもらうことも必要不可欠です。相手を尊重する心、助け合いの精神、礼儀、規律を大切にし、日本の良き伝統を守りながらも新しい時代に適応していくことが求められています。そうすることで日本は多様性を受け入れつつ、調和の取れた社会を維持していくことができるでしょう。日本人としての誇りを持ち、この国の素晴らしい国民性を守り発展させていきたいですね。
あなたはこうしたドバイの経済が崩壊しそうな状況についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。